しやす。音でけえなマイクの。大丈夫か。はい、それでは本日も始めていきたいと思います。12月12日日曜日、新宿スポーツランド香港ブレイブレースアンドレクションレディース大会第1部シングル大会始めていきたいと思います。皆さん盛り上げていきましょう。はい、それではスタートボタンを押して始めてくだち。殺し合いをしてくだち。最近よく見るなと思ったけど、あるんだわガンツも、あれが、これが、それだわ。なるほどね。はい、というわけでまず第1組み合わせ、フィーザン VS ダルさん開幕。泡を出そうとしたらダッシュで触ってきて、アバン途中の立っている。空中ガードなんで確定反撃は難しいと言いますか、まあ、ほぼないに近いですが、画面端手に入れて開幕。プラチナにとっては大きなダメージ4000、痛すぎる。おお、エロポジマージャンプ。さあもうアマゾネスたちが、ああかかんなかったけど下段が刺される。どうだ、アマゾネスたちのね、オタク技術が増してきている。あ、痛い、あ、痛い、痛い、あ、痛い。さあ 100% ありますが OD がないので倒しきりがかなり難しい。あー、うわー、ど、ど、う、うわー、抜ける、うわー、ず、が、ず、が。さあ第1ラウンドを奪っていくのはダルさん。さあ総裁周りはね、暗転絡むと難しいんで、ね、先行入力受け付けちゃってキャンセルすることあるんで、えら読め千手観音でしょ。いや待って、うつつを当たるなって、うつつを3冠見えじゃん、2、3冠見たら。え、そんなことだっけ。もうね、ネギ星人の後、あの田中星人、あのロボットドン、ネギ星人はやばいだろ。あ、うわ、ネギ星人 VS ダル星人ってこと、星人バトルってこと。ここじゃあガンツなんだよ。あー、さようなら。ドン、バスト、うわー、そんなことが。泡星人、あー、泡星人痛い。さあ、いろいろあった、異星人がまつっていく。おいら、はい、いく、一瞬様子を見てから引きつけて落としていく。でそう考えたら成人、うわお、狙いすまして毎週体育。あら、あら、恐ろしいわ。フライパン危ない、泡が危ないんで飛んで消していく、中段が落としていく。さあ今のは低めにガードしていたので確かに取れると。危ない、うお、戦士陣が、さあ持続なので立ちくらい、ウェイエッパに引っかかってもコンボができる。オーバードレブ厳しいが危ない、ジャンキャンも何もできず、しゃがみ主義にキャンセルしないと壊せなかったかな。さあまず最初の組み合わせ勝っていくのがクギシャン、クギシャン。じゃあ続いて代々木という。さあダル星人勝っていく。コパンの硬直が。さあ、ヨモ星人対雪星人。
そう、強制的にもうなんかガンツの世界に引き込まれてる。さあまず第1ラウンドは、まあここはね、精神バトル、まさに精神バトルといったような爆発力の生まれる組み合わせ。お互いまあ乱暴なんだよ、かなり。あら、あ、確かにアナザーダークバトルってことだ、これ。けどすげえ当たり方したけど痛い。アナザーダークヨモギと、アナザーダークダンプ、あー見えない、俺にも見えない。アナザーダークの因子を取り込んだアナザーダークな、アナザーダークですよ。うまっ、うん、あーダッシュが、でもむずいねそれね。今気づいたけどダッシュに B にするしかないけど、えらい使わない、取っていく、あ、1危ない。え、でもそれジャンディの構え見たらもうパフナーでさよならじゃない。ロロ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  B 流人賞でいい気がするんだよな。あれ上から降ってくるのに頭じゃなかったらごめんなさい。立っている、えらっ。さあガンツ、超ガンツになってるだけあるが、まあ、超ガンツっていうものはないんですが、二次創作が行われるぐらいガンツ飛んでいく、流れ星、ナンシー裏にいる、そう、おいしい、危ない、あー、おおおお、あ、ファイヤー、危ない、あ、間に合ってる、タッチフェイトル。さあ勝っていくのは超ガンツ。なんで超になったの？レベルが上がったってこと？じゃあヨモ連戦でダルシャンと、あ、超ガンツがそれなの？ここに押してくだちって書いてある。押してくだちって書いてある。いや終わった、俺もグーさんにはめられた、グーさん、グーさん、グーさん、ここの絵使いのにはめられた。俺は悪くない、俺悪くない。テテテレ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 、それ何センチぐらいあんの？ 10 あるよね、重くない？マジ、マジ、じゃあ俺より1センチあんの、許せん、1センチでかいの、でかいの、さあダルセージン開幕有利を取っていく、おっやりに来た、さあやりに行く、ダルセージンもう怒っている、勝ってるのに、危ない、痛い、さあ最速の膝がダルセージンを襲う。さあバットを縦に逃げたいが、あ、
ゲージは十分にあれ竜王なんか多そう。引き返すなら今ラーメンの名前確かに。ハドも死んでるんですよ。死んでる勝てないよ、このゲーム。いけえな、いけえからさ。ドンドン。初めのカドンスカウンターしてるから、いけない。やっちゃう。いやー、こいつ本当にそれは友達にやっていいことなんですか。ダンス投げてる。あ、うまい。かなり難しい判断だったんですが、しっかりとコードの責任からエリアで基準でゴムゴム。これはうまいけど、あーさあ友達にやっていかないことをやった報いが。あー、タルさん2021もやはりタルさん。うぅ、投げて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 、打って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 、危ない。あー、うまっ、やるね。さあ、それも友達に嫌われます。フライパンとサイリングでやった。うお、こいつずっと立ったね。今反応よくないんですけど、サイリングすごい決めるけど。さあ、次が苦しい。やるぜ、銀跡がない。さあ、ウェイゲッパーに引っかかった。さあ、勝っていくのはヨモ星人。ヨモ星人ん、これは怪しい匂いがしてきたぞ。どうした、お嬢ちゃん。さあ、じゃあ、釘衰弱が激しいな。釘湯、医者のところへ運んでやるか。釘湯やばそうだな。足元にご注意してくださいみたいな。足つぼ。湯船の底には釘が敷き詰められてありません。釘、いや温泉行きてー。いいっすよね。このままオミクロンが死滅してくれるなら、だって絶対はやらしいっすね。さあ、異星人力強く触りに行きますが、さあ、超ガンツもあ、うまい。これはエラミ、エラミちゃん、あぶ。さあ、こちらもジャンプ D に対してエラミちゃんから中断で怪しい中断。さあ、友達絶好宣言です。熱走からの熱走はもう友達絶好宣言です。危ない、こいつも絶好には絶好で、あー、もうもうやばい。2人とも中断しか振らん、中断しか振らん。ドンドンドンドス。さあ、リード取っていくのはエジさん。さあ、えらい地味にキャラゲン打っていく、打っていく。危ない、ちょっとここ落ち着いて、うまい。
あ、しんどい。いや、まだまだ。でも、あー、出ない出ない。ダブルディストーションがさあ、ダブル DD いけるよね。ね、えー、フェイタル限定だよ、ね、なんかもう死ぬほどまたそんなトレンド見せたから、やっぱ一緒やってんのもダブルディストーションに行かれるか行かれないかは結構知っといた方がいいかもしれない。死ぬから。さあ2人ともお互いに絶好宣言をしておりますが、うこいつ、あーもうもうやめて、うわさあチャンスを逃さないユが持っていきました。じゃあ続いて釘三連戦です。釘三連戦でヨヨ星人と、第一ラウンドも開幕40秒ぐらいお互いに中断しか振ってなかったけど、もうやり合い、ああこれよ、実質これ。いやマジね、よくないわ。なんか打ち合わせが2時ぐらいから始まるんですよ。いや昼の2時ぐらいから始まって、で4時とか5時に終わるじゃないですか。でスポランに人が集まるまで、ちょっと今まだ様子見てもすいないな。ちょっと逃げられなくなっちゃった。やば。勝ってるから負けた。負けてたら。ドンドン。さあ前転カルが仕込めんのかそれ。バースト。うまい。あこいつ。おぉジャンプに当たるけど危ない、うぅ危ない、うおぉ。さあ出ました、ごめん昇竜。ごめん昇竜はね、人類で一番絶好に近いポイントです。結構あるからね、あのごめんコンボミスとごめん中断とごめん昇竜、ごめん勝利をね、ごめんっつって、うー来い、間に合う、間に合った。さあ釘さんがパワードガールズに押しつぶされちまった。さあじゃあダルユ、ダルユ、ダルユはなんか効能があんま良くなさそうだな。さあこれでダルさんが勝てば3すくみ、ユが勝てば優勝。さあどうなる。ついにユが超ガンツになったことにより入るよ、フィーバー。ガンツ光る雪の頭が光る、多分もしかしたら雪の中からおじさんが出てきたんじゃない。札に繋がれた、まずい。さあ親父が、さあつるっぱげの親父が顔をもう動かし始めている。おいしい、
バリアハルクダメなんだあれ。タッチ。さあもうまずい。超ガンツ。ムラリヒョン。どっか。さあリーチをかけていく。超ガンツ。ユ。超ガンツユリするね。超ガンツ。中断。さあユリを取って。勝つ。ね、しっかりね埋めないといけないのがめんどくさ。惜しい。さあ逃さない。竜姫先端からです。危ない。ドン。まあ前はね切り返し食らっても問題ないんで強気に攻めていくというところではある。むしろ弱気に攻めてダンクを食らう方がナイル。ビッカ乱王戦の方が嬉しい。痛い。さあアイテムを使わせくれない。これはまさか伝説のアトラフに終章ではない。さあ勝っていくのは超ガンツ。というわけで第1部レディース限定シングル大会優勝はゆうです。おめでとうございます。プラチナちゃんからはなんだか奇妙なシンパシーを感じるな。ほどほどに遊びましょうっていつも出てくるから。当たった後にほどほどに遊び、パチンコパチスロはほどほどに遊びましょうって出てくる。いや今から始まるのにって言って。はい、というわけで第1部レディースシングル大会は見事優が初めて2回目勝っちまったかよ。おめでとう。じゃあ
読もう よもぎさん、
はい、それじゃあ第2部はなんだっけ、12月めでたいやつ大会で。おお、もう理解者だね。ゆきの。分かったね、よく。そう。だって、剣すらないぞ。剣すら。いやでもやっぱ雰囲気ってことだな、イラストは。どんだけその人の記憶に呼びかけるかっていう感じだ。確かに。まあ響きにしか見えないもんな。え、このイラスト怖くない？怖く見えない？かわいい。でも夜これ出てきたらどうする？こうやってで、こう見ると可愛いじゃん。でも夜見ると結構怖いと思うんだよね、これ。でよくあるじゃん、そのこういうさ、そしてあり。はい、じゃあ12月めでたいやつ大会第2部やっていきます。じゃあまず最初に釘さん VS モさん、はい、最初にノエルプラチナを選んでください。お願いします。で、大将はメインのキャラ、さっき無理やりニューにしましたけど S でも構わないです。じゃあスタンバイお願いします、お二人。というわけで今日はね、いつものランダム2音じゃなくて、1人ランダム2音ではなく、12月めでたいやつを先方で使うということで、まあ、残念ながらね、ちょっと不正入ってますけどはい、というわけで第2部始めていきたいと思います。12月めでたいやつ大会、一人で使っていきましょう。というわけで皆さん盛り上がっていきましょうさあ、というわけで今年最後のレディース大会です。今年が最後です。もうちなみに来月はギルティギアと合同でやります。はい、私の都合上。え？ビアースデーで。ビアースデー。はい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 。テン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 。え？テンテテテンテン。ビアースで、ビアースで。あ、浅野さん、浅野さん、浅野さん、一軒目プラチナよ。浅野さん、一軒目プラチナよ。
浅野さん浅野さんうっかりバトルでよろしいじゃん、これでも対戦してもらって、まあ、これ脳幹で、あ、これは脳幹、あ、まあ、でも殺し合いしてもらう、再起動はしない、やるね、うん、これ釘さんにチャンス入ってるから、これほら、いやでもね落ち着いたわ、ノエルもしーちゃんのノエルしかいねえし、やっぱチャンバーショットとか言うね、技がいいやつですよ、ノエルのチャンバーショット、ディアースで、ディアースで、さあ2人の思い出しの試合ということで、まあこれはノーカンでやっていきましょう、さあ木さんも8億年ぶりに使うと言ってましたが、なんだかんだ覚えてるぞ、体が、さあというわけでこれ脳幹、これ脳幹で先方はアスノさんはプラチナ、プラチナ、プラチナで、大将をニューで、ヌーで、ヌーでお願いします。さあここから、こっからやっていきましょうということで、えプラチナム・ザ・トリニティ、全然…木村くん、なんつったっけ、あ、新木村くん、今木村くんって聞こえた、自信ないけど、いや、なんかここら辺トゲがあった気がするんだよね、ニューノって言ったら木村くんって言ってたから、木村くんって呼ばれてんの。さあ、スノープラチナ、先ほどウォーミングアップの機会が釘さんには訪れたので中断、いやマジ懐かしい、この釘さんのカラー、イラついてた、マジね大変だったノエル、ブルームトリガー、アブリックバレル、オッペケバレル、オッペケバレルって言ってた、繊細だよな、あー、人に呼びかけて訴えていくスタイル、盾と、なんでタッチなんだろうな、人間、あれ集団に見えるんだよな、さあモさん、モさんことアスノさん、プラチナはさすがに苦しいか、おめでとうございます、うおー、あ、なんなら今食らってても怪しい、投げたらドン、えらい、できる、やってるが後ろ D が全て無にキス、あ、さあ引き下ろして中段、いやダメ、後ろ D、 藤さん思い出すぜあんたのその後ろ D、 あー後ろ D 昔めっちゃ痛かった気がするんだよな、これは大丈夫、危ない、あ、危ない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 、さあエリアルが響きを思い出してしまうのでできない、投げていく、苦しい、あ、怖い、いやー、カウントセットはボン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 いっぱい投げて、ガー、坂道っぽ、嬉しい、
ガンダッシュ投げ、おいおいおい、やったわ。あなたにはそれザレスにある、ザレスに。さあじゃあ、アスナさん大将のキャラクターをどうぞ。ニューでも S でもどっちも良き。先方はプラチナ、そう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 。さっきの脳幹、そうさっきの脳幹でプラチナが先方で、大将はさっきニューでって言ってるんですけど、もう大丈夫です、もう自由にどっちか。何それ、あこれボディシー塗流連鎖、はい、塗流連鎖。さあ大将、明日のミュウが出てくれ、下段いけ。さあルミナスからおしゃれに拾っていく、中段。さあ2年使っていないと言っていたが手元は覚えている。右に入れさっていきますが、え痛い。さあ後ろ投げからルミナス、危ない。ニューサーティーン、ニューサーティーン、ニューサーティーン。だいいでいい。よし。さあこれは後ろに避けていくけど、アサルトスルーは吹き飛ばない。昔はねアサルトスルーコンボに入れた気がする。さあ顔がピカピカ、ハッピーハッピーバースデー入札品。からプキャンは飛んでってしまう、気まずいけど、シューガミビー、体育しっかりして。さあこれで大将対象、ヒルキバーサスニュート、もうエントリー用紙じゃなくなってるわ。うん、いやまあ最初はここまでだったはずなんだけどね。プラチナのミサイルどこだっけって言ったら急にここに書き始めたから、あもう終わったなっていう。まだそれもまた。確かに確かに確かに、いやまあ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 実質。うわーフェイタル痛み。ヘビ機体素体シリーズはまあ素体シリーズがちょっとめんどくさい感じかな。ダッシュが速いからね、うん、まあ、あと言うてたまに耐性があるから。たまに耐性があるかないかで、やっぱり耐性があってかつダッシュが速いから。まあ、誠とかもそうだ、ダッシュ速いし、ほらっつって腹パン、腹パンドラゴンボールもあるし、シャカ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 、まこと、あーはいはい、わかったわかった、楽しいね。さあ桐さんがリーチをかけていくが、琥珀使い見習い、今日桐さんは
朝一でゲラグズの番組に出ておりました。あ、あ、さあまだ残る、次が苦しい、立ちり置いている、レガシーは難しい、ここ殴りに行く、ギザー、さあこれで 1-1、 投げていく、さあ回復ダメージを取っていくのはアスマスさん、いいですから、中段さあダウンまで奪える、ミュウもここなのやっぱ安いんだよな、安くていいんだけど、さあ足切り下ろしてシックルが足元を作って、さあ行きたい、おお、さあ暴れ虫、うわー、マエビー暴れ、あ悪いことした、さあ次がリーサル、あーマジ真っ赤っかやん、さあ完璧に読み切った、全然ダメなんだあれ、あっちでどこだ、あれ、あこれか、さあ釘引き勝っていく、さあじゃあ次、なるほど、ガンツ、代々木、ゆ、代々木、ゆきは先方ノエルかナオト、どっちがいい先方ノエルでいいの、さあ大将はナオトと先方ノエル、対するは代々木先方プラチナカグラ、どうやって勝つんでしょう、ここは見ていきたい、ガンツ優勝者、ガンツの意地をノエル、ノエルかナオト、さあというわけで対するもう反対側の組み合わせは代々木 VS ガンツ、どうすればいいんだろう、 D、 D を押す、さあ技を確認して、オッククイックバレで、まあアイディアダメ、抜ける、さあでもライブ感は D に関してはまあ前に集めて同じ感じでライブ感は出る、でもでもヨモギがライブをさせない、さあライブ感登場、上からダメ、さあダッシュが早いよ、ダッシュはマジ早いです。投げていく、さあジャンプし投げ、いたさあ代々木が怒った、いややるいいよ、いいライブ感、さあいいライブ感、相打ち、うわ、さあ H ラクセル、これは痛くないやつ、わー、ライブ感、フェンリル、さあノエルバーミリオンの強みが出ております、ライブ感、ガチめんどくさいから、ね、さあ前 C はダメ、じゃあ前 B が強い中段ね、リバサリバサで打っていく、さあもうこれは今日で絶縁かもしれません、さあガードをしません、優勝者ガンツ、ガードという選択肢はない、ガードという選択肢はない、いたハンマー、さあここはエリアルから引きずり下ろしは難しい、さあこれで 1-1、 さあ対戦内容はひどいです、絶縁
じゃあ、こいつガード、おお、うまい、動くね、ちゃんと使ってんじゃん。さあ攻める、代々木攻める、代々木対処できるか、あー、さあ単発1600投げていく、えらいですね。後ろ D は投げには無敵がないので減りすぎでは、え、ダブルアップなった。これはさあダウンローディット対策完了と、もう投げだけで殺していく。さあ続いて大将出てくるはナオト、もうなんか目に見えるな、ノエルナオトっていうラインナップやばいね、キャラの。さあでもいいっすね、ライブ感がかなり出ている、ユキ。さあここプラチナ倒していきたい、俺もナオトそのカラー好きなんだよな。このカラーかっけえ、まあそうっすね、発色系のカラーだけ使ってる人少ない。いやそれなのよ、レアレア D ね、無敵は。お前ダッシュになってないぞ。さあゴンザレスインストールするが、さすがにもう代々木それが分かっている、もう徹底して叩く。さあおそらく置き攻めはしない気がする、中段飛んでいる、強い、さあ振り回して振り回して、うまい、ダメダメ、体育代々木冷静、素晴らしい。さあこっちは楽しみたいだけなりと、ユキから声が聞こえる気がしますが、早く打つでしょ。して引く。中段は食らわない。もう常に上レッパしてる。余裕ぎ。確かに偉い。さあ浮き攻めはしない。うお。ぽいよ。触り方はぽい。投げて画面端、うわー痛い、モリ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 、まさか OB じゃないので、いや残らない。さあさすがにきついか、代々木の引きが良かった。さあじゃあ早いところではありますが決勝やっていきましょう。不正が行われている？不正を行ったのは君なんだけど。さあでは釘よよやっていきましょう。釘よよ、でもなんかこういう絵描けないんだよな。あ、これノエルか。いやこうやってんのかと思った、なんだこれと思って。はい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 、殴るタイプの銃ね、銃では銃で銃では銃で、こういう風に書けなくない。さあ決勝戦先鋒戦やっていきましょう。ノエルバーサスプラチナ、しゃがみにいいから、あれもう一回、なるほどね、えらい、ちょっと特徴取らんのがいけないな。
あ、ゼロにはならんだろ。そこダメ、しっかりとしゃがみをしている。バリアブラックね。あ、痛い、抜ける、あ、痛い、回そう、あ、痛い。さあハンマーを振りかざしている。代々木さん、あ、ガーキャン、裏裏裏裏集団。さあ余裕がかなり体力削られているが、ここから反撃するか。ジャンシーから、お、何それ、あ、悪い。さあクリスマスプレゼントを置いている鈴木さん、目の前にクリスマスプレゼントがあるよ。あったーく、だだメリーメリークリメリークリスマ、うおー、これはやっ、まあそうなのよ、普通は飛び道具ってガードできないから人間削れちゃうからね、うん、そう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 、飛翔剣なんかガードしようもんならもう血だらけよ。さあまず先鋒戦でもあれどうなんすかね、あれ影じゃん、まあそうっすね、信じな切断。さあ先にリーチをかけるのは代々木、ガードできない普通はできない、うん、そうね、なんか一番ガードできそうなのなんかアズラエルとかね、そうそう、まあ、現実にある、ちょっと誠とかね、ハハ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 ハ。さあ足をバタバタさせてジャンプし、体育間に合わず、何これ、それ何これ、あ、ジンかさあカウンターしっかり確認している完全に、ね、続く人かさあは危ない、さあ着地までに殴らないと反撃がないのでしっかりしている。よしよしよしさあ裏からオーバードライブ、これはアクティブフローにも入っている、十分。さあこれで大将戦、さあ本日、え、羽根っこうまい、耳がある、猫耳だ、猫耳。さあ最後のレディース大会第2部、誰が優勝するのか、ミミキ
わたっこね。最後はわたっこ。The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. そこで。連弾ショット。影。ドン。ドン。どうですか。いかがですか。さあ、ジャンシー、トリコトス。立ち B から。画面端さあ苦しいぞ、急投げ追いかける、さあリミサルまで行ってしまう、しゃがみへカウンターから、足の裏マジ、さあリーチをかけていく代々木、さあ空対空うまい、さあ我は崩せはしなかったが買い出し遅らせ、さあリターンに繋がらない、おい、さあハッピーバースデー遅らせ再臨撃、さあ勝った方が今年最後のレディースタイルなんだけど、バースト、ちょっと立ち合いをしている、あこれは代々木今年もありがとうございました。さあというわけでレディース大会第2部優勝は神楽使いの代々木です。おめでとうございます。綺麗に決まったな、真っ二つにされちまった、下下下 D、 多分俺の気のせいだと思うんだけど。さあというわけで本日のレディース大会これで終了となります。本日の皆様というか今年も皆様たくさんのご参加ありがとうございました。来年はね、一発目はギリティギアという王道でやっていきますのでよろしくお願いします。さあそれじゃあ影響を戻していきますのでしばらくお待ちください。